はい、いつもバルゲンのジクラス専門チャンネルをご視聴していただき誠にありがとうございます。ありがとうございます。はい、今日はですね、久々のこちらジクラスなんですけれども、確かに久々じゃないですかこれは。はい、久々のこちらはですね、旧型 G350D になります。はい、久々の旧型ジクラス、本当ですね、ということでですね、はい、今日はこちらをですね、ご紹介の方いろいろお話ししていきたいなと思うんですけれども、まずですね、この旧型 G クラスのこちら G350D なんですけれども、ディーゼルモデルのゲレンデとなっております。日本でですね、初めてディーゼルモデルが出たのが一応2013年にですね、この先代の G350 ブルーテックというモデルが販売されまして、ここでね、一気に日本にゲレンデがこう浸透したと言ってもね、過言ではないんですけれども、ブルーテックからこちらの G350D は2016年から2018年までですね、販売されたモデルということでございます。2代目ですね、2代目のディーゼルモデルということでございます。はい、うん、でまたブルーテックと、G350D の違いなんかはですね、また別の動画でお話しさせていただいてるので、もしよろしければそちらの方も一度ご参照いただければというふうに思います。でこの旧型 G クラス、なんといってもですね、このフォルムですよね。そうですよね、ガラッと変わりましたもんね、新型になりまして。はい、で、まあ、旧型 G クラスはですね、やっぱりこのカクカクボディがもうザ・ゲレンデという、そういったね、そういうフォルムとなってるんですけれども、実はボディサイズなんかも新型とは結構ね違ってきます。まず長さの方が 4m57cm ということで、新型 G クラスと比べて約 9cm ですね、長さがコンパクトになってます。で、幅の方もですね、こちら、G350D ですので、幅が 1m86 となっております。もうこれは新型 G クラスと比べますと、約12センチですね。結構差ありますよね。スリム。はい。幅の12センチって結構ね、変わる部分だと思いますので、12センチほどコンパクト、スリム。で、同じなのは高さです。高さは1m97 という。高さは一緒でございます。まあ、そうするとこの運転席からの眺めというのはもう変わらずという感じなんですね。はい、でやっぱりね、この旧型 G クラス、なんといってもこのコンパクトなボディサイズが、まあ、一つ僕は非常に魅力かなというふうに思います。はい、意外となんか大きく思われがちですけれども、新型よりもがぜんコンパクトですよね。そうなんです。はい、結構ねやっぱ高さがあって、しかもこの見た目と迫力ということで、パッと見たときに、ね、あ、大きいなって思われる方非常に多いんですけれども、実はねそんなに大きくない、スリムな四駆という、そういうね、モデルとなっております。こちら G350D ということですけれども、はい、こんなに黒かったでしたっけ。そうなんです、これはこちらの G350D は、ブラックアウトがね随所に施されております。なので例えばこのフロントグリルのこのね、この3本フィンの部分、通常メッキになっております。ここがなのでブラックアウトされております。はい、でこのボンネットバッジエンブレムもですね、ここもブラックアウトになってますね。はい、このサイドステップ、こちらもブラックアウトがされてます。ここね、新型同様ここはステンレス製のサイドステップになりますので、まあ、本来このシルバーな感じなんですけれども、こちらもブラックアウトされております。で、その他に、この G350D、まあ、ノーマルとは違う部分に関して言うと、アルミホイールがですね、こちらはですね、G550 用の19インチのアルミホイールついております。はい。もともとは純正18インチになりますので、まあ、そこが違う部分かなというところですね。で、後ろの方を見ていきますと、後ろもですね、ブラックアウトがされてます。まず一番目立つ部分はこの背面タイヤカバーですね。スペアタイヤのカバー。ここも、通常ステンレスなので、ここがブラックアウトされております。はい。で、やっぱりですね、この、ここら辺のアングルが、今の新型 G クラスと比べると、やっぱね、カクカク感がね、結構感じる部分かなと思うんですよね。そうかなり四角に近いフォルムしてますもんね。そうですよね。まあ、なのでね、旧型 G クラスの方のが、まあ、よりカクカク感は感じれるのかなというところはありますかね。はい、では続いて内装の方もちょっと見ていきたいと思います。
まずですね、内装行く前に、はい、このドアのね、この開け閉めのこの音です。これね、新型 G クラスも同じようにね、ガチャン、バシーンなんですけど、このバシーンの時のこの重厚感、やっぱりね、旧型 G クラスの方のが重みを感じる部分は正直あるかなと思いますね。確かに重みは感じましたね。そうですね、はい、この音の違いっていうのもちょっと新型 G クラスとはまたちょっと違った、うん、感じかなというところあります、うん、意外ともう好きな部分ですよね、はい、そうですね、音というか、はいはい。で、ようやく内装なんですけれども、はい、内装の方はこちら本革シートになっております。本革シートです。こちらはまあブラックの、本革シートになってるんですけれども、うん、まあ G350D は全部で3色かな、通常モデルあります。グレーの本革シートとブラウンの本革シート、うん、で、ブラックの本革シートということで、まあ限定車だったりはね、あの白っぽいあのポーセレンっていう革が、革素材のものがあったり、いろいろはするんですけれども、まあ通常で、比較的多いのはこの全部で3色の内装シートとなっております。この当時のですね、あのエンジン始動、今の新型 G クラスってプッシュスタートじゃないですか。こちらはですね、この鍵を差し込んで回すタイプですね。もうこれね、もうまさにエンジンをかけるというこの作業、当時の良さかなというふうにね、思います。そうですね。はい。で、その他にもですね、まあシフトなんですけれども、うん、まあ今の新型 G クラス、ここでね、シフトチェンジするんですけど、まだこの当時のですね、うん、G クラスは、もうここですね、フロア AT になっております。はい。はい、ここでね、シフトチェンジ。したりとか、サイドブレーキなんかも、今のね、G クラスはもうワンタッチのボタン式のサイドブレーキなんですけれども、この当時の G クラスは手動です。このね、いわゆるこの、引く。これですよね。これですよ。これ。これなんですよ。もうこれが逆にね、本当に味があって、この旧型 G クラスならではというね、そういう感じがしますよね。他にもですね、例えばこの G350D で言うと、うん、まあ、初のね、ディーゼルモデルとお伝えしましたが、うん、右ハンドルのゲレンデってね、実質初めてなんですよ。実質初めて。実質っていうのをちょっと愛しいて言っておきました。はい、初めてなんですよ、とはちょっと言えないんですけど、はい、っていう一般化されたというか。一般化された右ハンドルが、ブルーテックから、このゲレンデの右ハンドルって本当にね、うん、広まってきたので、まあそれもあって、まあこう日本でね、ゲレンデを見かける機会っていうのが本当に多くなった、うん、そういう部分もあるかなと思いますね、うん、で、まあ他にもですね、まあこの、こちらは2017年式の G350D になりますので、うん、まあ8インチのこの、ディスプレイになるんですけれども、うん、これ年代によってはですね、7インチのものであったりとか、うん、まあ機能も多少違ってきたりしますので、まあそのあたりですね、違いとしてありますね。はい。まあ、先ほどからですね、まあ、このクラシカルなこの感じが非常にまあ魅力であり味があるとお伝えしてるんですけれども、うん、実はですね、最先端の機能もいろいろついてます。ついてるんです。はい。例えば、Android Auto、Apple CarPlay なんかは、携帯からですね、このディスプレイに映せますし、あと、レーダークルーズ、うん、前の車にこう追従して走行してくれる装備もついてたりとか、まあ、あと、ブラインドスポットアシストって言ってね、車線変更する際に警報でお知らせてくれたりとか、いろいろこういうね、安全装備っていうのもついてたりしますので、本当にね、このクラシカルな要素もあれば、まあ、この最先端のそういう技術っていうのもあって、うん、はい。まあ、今当たり前についてる機能もこの当時からもうついてる。うん、そうなんですよ。両方なんかいいとこ取りしますね。いいとこ取りしてますよ。もう全席シートヒーターついてますし、うん、まあ、本当にね、いろいろね、うん、そういう快適装備っていうのも十分についておりますね。旧型の G クラス、ちょっと運転しにくい、はい、乗りにくいんじゃないかという声が、はい、まあ、ちらほらありますけれども、りょじっちゃん的にはどうですか？そうですね。まあ、確かに今新型 G クラス乗られていらっしゃる方が、例えばこの旧型初めて乗るってなると、うん、乗り心地がね、決していいとは思わないと思います。お世辞にもいいとは言えない。はい。ただ、やっぱりね、この運転してる感っていうのが、ただ、結構やっぱり言われるのが、まあ、皆さんね、この旧型 G クラス、乗りにくい車っていう頭でね、最初入られるので、うん、実際運転されてみると、結構ね、言われるのが、思ったより乗りやすいね。
どれぐらいを想定されてましたかっていう感じなんですけれども。結構ハードル高くしてるんですね。結構ね、結構ね、やっぱその乗り心地もトラックみたいだとか、うん、そういうイメージ持たれてる方圧倒的に多いんですけど、うん、ただまあ実際乗るともう全然そこまではないよねっていう感じで言われる方は非常に多いです。まあ個人的にはですね、やっぱりこのハンドルの重さであったりとか、うん、まあ例えばね、こう、右折したり左折したりした時に、まあ、この手を添えてハンドルを戻さないと戻ってくれないだとか、うん、このアクセルとブレーキのペダルの位置がちょっと段差があるとか、いろいろありますが、ただこれが本当にゲレンデを乗ってるっていう感じが、もう肌で感じれるので、それがね、僕は魅力だと思ってます。乗りにくいんじゃないんです。それが魅力だと思ってます。そこがね、新型 G クラスとは違った部分の、ゲレンデの良さかなと思いますね。はい。はい。で、後席の方もですね、こんな感じでなっております。乗車定員5人なのでね、座席は3名分ありますね。で、先ほど言ったように、後ろのシートにもシートヒーターが装備されてますし、シートヒーターが装備されております。なのでね、まあ、後ろの方も、快適にね、乗ってもらえると思います。で、このね、後ろのシートと前のシートの、この位置がですね、この旧型 G クラスは結構、後席、高い位置にあります。そうですね、パッと見なかった。高いなと思いましたね。はい。なのでね、後ろの方も、このね、ドライブに、こう、参加できる感じですかね。イメージで言うと。ね、そういった感じでね、後ろの席の方もゲレンデね、楽しんでもらえると思います。で、やっぱりね、先ほど、冒頭で長さが9センチ、旧型と新型って違いがあるんですけれども、まあ一番そこ感じる部分としては、やっぱりね、この、後席の足元部分ですね。新型と比べると、やっぱりね、この乗り降りするときに、ちょっとね、足が当たっちゃう感じが、は否めないんですけれども、うん、まあこれはね、新型 G クラスの方は、より後席を、スペース広くなってますんで、そういったところで新型は、より乗用車っぽくこう乗れる一面かなというふうに思います。他にもですね、例えば、ここのシートヒーターのスイッチのこの下のこの、はい、これもう、これ灰皿ですよ。はい、今灰皿ついてる車って見ないですよ、ね。ないです。で、しかもこの、これです。パカタイプですよ。ね、だいたい使われていない車、圧倒的に多いんですけれども、うんこれなんかもね、本当にね、一つの魅力かなって思いますよね。時代感じますよね。時代感じますよね。いい意味で、はい。本当にいい意味で、これは、うん、いいアイテムだなと思いますね。はい。はい。ということで、今日は旧型 G クラス、久々にね、ご紹介させていただく機会がありましたので、いろいろとちょっとお話しさせていただきましたが、まあ、今ね、例えば新型 G クラス、やっぱり非常に人気ですよね。うん、やっぱりその人気な理由っていうのは、こうね、運転される方以外の方も、よりね、こう快適に乗ってもらえる、そういうちょっと乗用車っぽい一面が新型 G クラスありますので、結構やっぱご家族の方だったりとかは、旧型 G クラスより、やっぱり新型の方の、見た目というよりかは、多分乗った乗り心地、とかで、そちらをね、新型だったらファミリーカーにしてもいいというね、お声いただくケースもあるかと思うんですけれども。そうですね、確かに。ただですね、僕の、まあ、これ唯一の贅沢だと思うんですけれども、ファミリーカーは、まあ、新型でですね、はい、まあ、そういうご家族の意見だったりとか、参考に、取り入れていただいて、まあ、新型 G クラス1台乗っていただいて、週末なんかのね、一人のドライブとか、一人でね、ちょっとね、出かけようっていう時は、やっぱりね、この旧型 G クラス、この乗り味っていうのがね、もうザ・ゲレンデという、昔ながらのこのゲレンデの良さがありますので、ぜひですね、まあ、新型 G クラスと旧型 G クラス、一台ずつですね、保有していただ、所有していただけると、このね、どちらも楽しめますね。どちらも楽しんでいただけるかなと。うんいうふうに思います。本当贅沢だと思うんですけれども、やっぱりね、この旧型 G クラス、非常に魅力的な、モデルですので、はい。やっぱり、ね、そこをおすすめさせていただきたいなと思います。すごいいい贅沢ですね。はい。
この旧型 G クラス、まあ人気はね、本当に衰えるところを知らずというところなんですけれども、やっぱりそれもですね、リセールに現れてますよね。新型モデルが発表されると、その型落ちモデルの旧型ってね、相場落ちるんですけれども、この旧型 G クラス全然変わってないですよね。やはりですね、そういうリセールの良さというところも、この旧型 G クラス、力を持ってますので、そういったところも含めてですね、この2台持ちっていう新型、旧型しても、全然ね、本当にね、損がない、2台持ちしても、価値ある2台になると思いますので、なのでね、あえてご提案の方させていただいたというところですかね。はい。今日ご紹介させていただいたこちらの G350D、情報はですね、概要欄の方にまた貼っておきますので、ぜひそちら、興味持たれた方はご参考いただければと思います。はい。ということで今日はですね、こちらの、旧型 G クラス G350D ご紹介させていただきました。今日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。